YouTube を見たと、こちらのおじゅず、そしておねんじゅ袋、続けてご来店でございます。本当にありがとうございます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職永田光希でございます。2019年令和元年7月の29日日曜日、今ちょうど夜の7時半でございます。夜動画ありがとうございます。2組続けてですね、いや社長 YouTube 見てますよ言うてですね、ご覧いただきました。その前はですね、男性の方だったですね。それとその次がですね、若いご夫婦様、ちっちゃい可愛い女の子さん連れてですね、で社長見て朝の動画見ましたって、まあどうもすいませんって、まあ、あの恥ずかしいものをどうどうありがとうございますということですね、ご覧いただきですね、結構なお代金ご注文いただきました。誠にありがとうございます。いやありがたいことです。本当ですね、 YouTube、 そういったブログですね、あと Facebook もよく、昨日は Facebook のお友達が4件ぐらい来ていただきましたね。はい、あの最近本当にご注文が増えております。改めて心よりお礼を申し上げます。やっぱりあのよそにも先駆けてですね、こう SNS 情報発信もやってますのでですね、あの今まであの届かなかったお客様ですね、ご来店いただけなかったお客様にも知っていただくと、それでこういう仏壇とか仏具ですね、お数珠とかですね、まあもう情報発信ができたらなと思っております。ですからですね、もうこんなしょぼいですね SNS でございますけどですね、あのまあこれからもう一つですね、お付き合いいただければ幸いでございます。あのまあ酒もやめてゴルフもやめてですね、情報発信一歩書いて、その方がしゃばりとってはもうあの害悪になるかもしれませんけどですね、皆さんそこのところはおめこぼしよろしくお願い申し上げます。はい、ではここまで、この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の開運ご発展、お祈り申し上げます。